横浜共立学園中学校、高等学校は神奈川県横浜市中区山手町に所在し中高一貫教育を提供する私立女子中学校、高等学校。高等学校では生徒を募集しない完全中高一貫校。明治期に創設された女子校で日本人により設置された女子校より古い学校の一つ。横浜山手の一角に所在し、 周囲は横浜市の山手地区景観風地保全地区に指定されている。歴史あり地、実績から神奈川女子ご三夜の一つに数えられている。なお英語名はドアムススクールといい、米国夫人一致外国連動協会初代会長の名にちなむ。横浜山手212番地にあったアメリカンミッションホームとプライン、ピアソン、クロスビー1861年から横浜に、 滞在していたジェームズ・エチバラの要請に応えた、米国夫人一致外国連動協会のメアリー・ピープラ・インラにより1871年、設立。横浜港開港後の当時、西洋人と日本人の間に生まれた、根欠寺を救うため、また、富国教兵を支えキリスト教教育を認めない、当時の国へ、女子教育の必要性を痛感し、 バラの持ち家であった山手の48番館を借り、8月28日、アメリカンミッションホームが正式に開設。しかし、キリシタン近世の考察が撤去される2年前であり、当初は根結児も女子学生も来ず、母親を亡くしたイギリス人の二人の幼い姉妹の養育から始まったという。その後、中村正直により、日本初の生徒募集。 入学案内がしたためられ、婚結児や女子学生だけでなく、英語やキリスト教に関心の持つ者も,も多く現れ、彼らは後に教育、伝道、実業など多様な分野で重要な働きをしたという。1872年10月、山手212番のロシア講師のために用意されていた広い土地に移転、日本で最初の女子寄宿学校が作られた。同年十二月に、 日本婦女英学校と改組したが、相変わらず、ミッションホームと呼ばれたり、ワムスの初代会長の名にちなんで、ドリーマススクールなどと呼ばれた。1875年、プラインは健康を害し、アメリカに帰国したが、この頃ユニオンを、強烈と表現して、強烈女学校と改称し、現在に至る。関東大震災では、強烈女子人学校改成殿堂女学校として、 設立の校舎を残して校舎のすべてが倒壊または消失したと記録されている学園創立60周年の1931年ダブルーボーリズの設計により木造の校舎が竣工したこれは現在本校舎として使用されており1988年横浜市指定有形文化財第1号の指定を受けている1999年私立で 初の制度上の中高一貫教育校となる。これにより学習指導要領を弾力的に取り扱うことが法的に認められている。プロテスタント教育だが比較的拘束が多く、カバンやコートなどは学校から指定されている。服装規定や不定期の服装検査も存在する。また、緊急時の連絡用に携帯電話などの持ち込みは許されているが、 通常時は使用は禁止されている。部活動はステージ系の活躍が見られている。キリスト教教育も熱心である。1931年に建築された本校舎は横浜市指定文化財となっている。ありがとうございます。